はい、こんにちは。自営業専門の税理士川南です。本日は新しい給付金が決まったということで、最新情報をお届けしたいと思います。なんと法人は最大250万円、個人事業主でも最大50万円をもらえるという給付金情報について動画で解説します。はい、それでは新しい給付金情報。個人事業主だったら最大50万円、法人だったら最大250万円がもらえる新しい給付金の情報をお届けしたいと思います。本日の内容です。給付金の情報について、そして時給額について、次に要件について、最後まとめ、このような流れでいきますので、よろしくお願いします。はい、さて新しく決まった最新情報、新給付金とはどういうものかと言いますと、中小企業向けっていうのが一つのポイントです。その次、コロナの影響を受けているっていうことが大事になってきます。そして、今回の給付金、これが重要じゃないかな、皆さん気になっているポイントだと思うんですけど、地域、業種、関係なしになる予定です。月次支援金の場合などですね、どうしても条件があったりして自分には該当しなくて結局使えなかったっていう方もたくさんいらっしゃったと思うんですけど、今回のこの新しい方は対象になる方がぐっと増えるのではないでしょうか。さあ、気になる時給額についてです。時給額なんですが、今回は年間の売上で判断をする予定のようです。法人の場合は、1億円以上の場合は最大100万円。1億円以上5万円未満の場合は最大150万円。5億円以上の会社は最大250万円という予定になっています。そして個人事業主の場合は最大で50万円。詳細は調整中ということなんですけども、一応数字として情報が新しく出ているのは最大で50万円というふうに出ております。こちら注意していただきたいんですけど、最大なのでこれより少なくなる可能性もあります。またはもしくは条件や制限がかかって最大は250万円なんだけど、条件によって金額の制限、もしくはこっからここはこの金額というふうになる可能性もあります。で、今回のこの情報なんですけど、まだ最新の情報で出たばかりですので、これから調整をしていくことです。ですので決定ではないので、変更がある可能性もあるということだけ注意点として頭に入れておいてほしいなと思います。それでは次にね、皆さん気になっているであろう要件について次のスライドで解説します。はい、要件についてです。今回1月の売上を比較します。前年または2年前、前々年ですね、どちらでもいいんですけども、同じ月ですよね。その前年と今回の年と比較する月、同じ月に比べて 50% 以上ダウン、また 30% ダウンでも給付予定ということで、前回のね 50% 以上ダウンしていないと持続化給付金というのは対象外だったんですけども、今回は 50% より要件を緩くする予定のようで、 30% ダウンでも給付の予定です。こちら予定ですので変更あるかもしれません。そして11月から3月までの5ヶ月分をまとめて支給するというのが今回の新しい給付金の狙いです。要は月次支援金がコロナがね落ち着いて10月末までで終了になったので、その後の対策としてその後どうしようということで、11月から3月までの5ヶ月分をまとめて支給するという流れで、今回の新しい給付金最新情報として出てきました。もしね、月次支援金気になるよって方は、前に以前動画を作ってますので、そちらの方合わせて見ていただければと思います。要件については以上です。じゃあまとめいきますね。はい、まとめです。今ね、最新情報ですので、これ11月の10日現在の情報になります。ですので、詳細はこれからまた調整中ということで、どんどん新しい情報が出てくるかと思います。ですので、情報はこまめに必ず皆さんチェックすること。そして2つ目なんですけど、多分持続化給付金の不正が多発したっていうね、ニュースね、皆さん覚えあると思うんです。何かしらの不正対策がある可能性が高いと思います。不正につながらないような対策があるのではないでしょうか。そしてもし今回のこれ該当しそうな方は経理をしておいてください。どちらにしてもね、きっとね、出す書類ってまた似たような書類になると思うんですよ。今までの給付金や補助金関係のものと似たようなものになるはずです。そして比較するのは結局売上比較になりますので、該当しそうな方は急いで経理をして売上、自分の何月の売上がいくらなのかというのを把握するようにしてください。そうするとスムーズに申請と受給ができる可能性が上がります。
これからね、最新情報どんどん出てくると思いますので、また追加でこちらのチャンネルの方で動画で紹介していきたいと思います。はい、それではこのように自営業やフリーランス向けに役立つ情報を発信していってますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。またコメントやグッドボタンいただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。あとそれ以外に私は、インスタグラム、ツイッター、TikTok もしてますので、そちらの方も合わせてお願いします。概要欄から URL 飛べるようになってますので、チェックしてみてください。あと私はオンラインサロンを運営しています。一つ目のメリットは、質問や相談がオンライン上で OK、 要はオンライン上に税理士を味方につけるということで、月額の非公開制の Facebook のグループで運営をしています。そして二つ目のメリットは、定期的に Zoom サロンを開催しています。ズーム上でね、私に相談直接できたりとか、あとね、メンバーさんとの情報交換ができるということで、かなり好評です。今度の、ズームサロンの予定は12月にもう一回頭の方にやる予定ですので、ぜひね、サロンの方を検討してみてください。そして3つ目、税理士の裏側を公開しております。私がね、SNS を使って集客をどうやってるかとか、YouTube や TikTok の裏側、またはね、新しい税金情報、オンラインサロンのみに優先的にお知らせしているような状況になっております。ですので、ぜひオンラインサロン気になるなって方は概要欄に URL ありますので、ぜひそちらの方から飛んでみてチェックの方よろしくお願いします。さあ、もう一つお知らせです。私は本を出版します。2020年の1月に出版予定で、 Q&A 形式、自営業フリーランス向けに重要な、ここだけは抑えたいよねっていうポイントをギュッとまとめた Q&A 形式の本を出版する予定ですので、またね、そちらの方も合わせてよろしくお願いします。また Amazon 予約が始まったってなりましたら、どこちらの方でもお知らせしていきますので、ぜひ応援の方よろしくお願いします。はい、それではね、本日は新しい給付金の最新情報の方をお届けしました。いつも動画最後まで見てくださってる方、ありがとうございます。またの動画でお会いしましょう。税理士川南でした。それではまた。